おはようございます。もうこさん、おはようございます。もうこさん、おはようございます。たいさん、おはようございます。まゆちゃん、おはようございます。今日は寒いですよ寒いって言ったら大げさですけど、上着を着てます。涼しいです。とても涼しくて、びっくりしましたね。台風の影響かもしれません。台風11号が発生したようですけど、台風の影響ではないかと思うんですが、ちょっと涼しいですね。アンリビさん、カエンさん、おはようございます。そしてですね、不思議なのは、向こうの森と言ったらいいでしょうか。向こうの森はセミが鳴いてますけど、皆さん、なんとここはセミが鳴いてませんよ。ついこの間までね、セミがミーンミーンミーンって皆さんうるさかったでしょ。ミーンミーンってうるさかった。今日はなんとここではセミが、一匹鳴いてるかな。これから鳴くのかな。本当にあっという間にこう変わっちゃった感じですね。ルルさん、おはようございます。ユウさん、おはようございます。太陽さん、セミがですね、鳴いてないですね、皆さんね。昨日の夜、なんと皆さん、昨日の夜、虫の、スズムシかな、なんか虫の声が聞こえましたよ、皆さん、なんと。急に秋になったような、急に秋になったような感じで、虫の声が聞こえて、虫の音というんでしょうか、虫の声というんでしょうか。そうですね。そして今セミが、向こうは鳴いてますが、こっちは鳴いてません。そして今日は本当に、涼しいです。一時的かもしれませんが、とても快適ですね。快適です。蚊もいるかどうか分かりませんが、これで蚊がいなかったらいいですね。非常に、快適な配信ができます。皆さん、お元気でしょうか。お元気でしょうか。季節を感じます。この季節も神様が作った季節です。神様は地球が太陽を回るように設計されました。その地軸といいまして、地球の軸が23度かな、地球の地軸がですね、太陽の公転面、地球がこう回る面ですね、それに対して 23.5 度かな、ちょっと正確じゃないんです。 23.5 度、傾いてます。地球が傾いてます。その地球が傾いてることが理由で四季があるんですね。季節があるんです。今日本は夏ですが、その地軸が、ね、地軸の北の方が、太陽に向いてるということになります。地軸が太陽の方に向いてることによって、太陽の光をたくさん浴びて、それが結局は夏を作ります。6月の21日ぐらいが夏至ですが、それが一番、太陽に向かってるんですけど、気温というのは少しずれるんですね。気温というのは、太陽に向かってる夏至よりも1ヶ月2ヶ月遅れて夏が来る。冬もそういうことですね。冬の冬至は12月の21日ぐらいですが、本当の寒さはその1ヶ月2ヶ月、つまり1月2月に冬が来る、そういうズレがあるわけですね。でも私たち日本人は幸せです。日本人はですね、神様が作った四季折々の自然を楽しむことができます。天国にも多分四季があるんではないかと期待しますが、日本人は特別に四季があって、真冬もあれば真夏もあり、また紅葉もあり春もあり、四季折々自然を楽しむことができます。これは神様の
神様の慰め、神様の励ましだと思います。私たちはいろいろ悩むことがたくさんありますけど、皆さん、私たちは悩んではいけません。問題があっても悩んではいけないんです。問題があっても悩んではいけない、そうです。問題があっても、聖書では悩んではいけない、恐れてはいけない、心騒がしてはいけない、心配してはいけない、いつも喜びなさい、いつも喜びなさいと聖書では言っています。皆さん、それは意味があります。なぜ問題があっても喜ぶんですか？私たちは問題よりもはるかに超えた喜びを持っているからですね。問題を問題とするならば、まだ本当の喜ぶ理由を持っていないとも言えるかもしれません。ぜひ皆さん、私たちはイエス・キリストを信じて、その御言葉、約束を私たちの生きる原点、喜ぶ原点にしようではないでしょうか。イエス様が、永遠の命をくださって、永遠の御国に招いてくださっているならば、私たちはそれを信じて喜ぶべきではないでしょうか。天国の永遠の命に比べれば、この世の問題は取るに足りません。パウロがそう言いました。私たちの苦しみは、後に来る栄誉に比べれば取るに足りない。つまりどういうことかというと、将来私たちが天国に行くならば、この世の問題は大したことがないということです。大事なのは、この世でどうかではなくて、天国に行くかどうか、天国に行くかどうかが大事なんです。もし私たちが天国に行くならば、この世の問題は問題ではないのです。ですから、ぜひ皆さん、この世の問題をはるかに超えた素晴らしい約束、素晴らしい希望を持とうではないでしょうか。そうするならば、私たちの心は大きくなり、寛容になり、私たちの心は本当に喜びに満ちます。今日のタイトルは、求めるものには与えなさい、求めるものには与えなさい。これは A ですけど、 B の方は、借りようとするものに断ってはならないとあります。これはマタイの5-42節、マタイ5-42節、求めるものには与えなさい、借りようとするものには断ってはならない。これはですね、一見難しい、無理とみんな反応するかもしれません。難しい、借りようとするものに、求めるものに与える、それはできないと多くの人は思うでしょう。アイポンさん、おはようございます。ルルさん、リナさん、おはようございます。タイさん、ありがとうございます。マタイの5-42、求めるものには与えなさい、あなたから借りようとするものには背を向けてはならない、つまり断ってはいけないということですね。この42節の前半を A と言います。後半を B と言います。ですから、求めるものに与えなさい、これが42節の A ということになります。あなたが借りようとするものには背を向けてはならない、これが42節の B というふうに、皆さん読み方を覚えてください。納豆さん、おはようございます。これはですね、何が何でも与えなさいということとはちょっと違うかもしれません。内容によってはですね、与えられないことももちろんあるわけですね。ですから、これはですね、立法的に考えるとちょっと誤解があるかもしれません。求めるものに与えるというのは、もう立法的に何でもかんでも与えるということではないと思います。与えられないこともあるわけですね。与えられないこともあります。ではどういう意味でしょうか。この御言葉の意味はどういう意味でしょうか。これはですね、イエス様の命令は愛だということをまず覚えましょう。イエス様の命令は愛、愛とは何か、神の愛とは何かということです。
愛の反対は、愛の反対は罪であり、愛の反対は自己中、ね、愛の反対はお金と考えましょう。そう考えると多くの人は、罪の中を生きているということは愛がないということであり、憐れみがないということであり、そして、自己中だということで考えるならば、求めるものに与えるということはまさにそれは神の愛が必要だということであり、その憐れみがあるということであり、それから自己中ではないということですね。まさに、捕らえ人を自分のように愛する、捕らえ人を自分のように愛するということがとても大事な命令ですが、それの大きなそのあり方って言いましょうか、どうやって捕らえ人を愛するんですか、どうやって自分のように捕らえ人を愛するんですかという質問に対して、これはとても分かりやすいことだと思います。具体的だと思います。捕らえ人を自分のように愛するということの具体的な一つの大きな命令は、求めるものには与える、借りようとするものには背を向けてはならない。つまりですね、求めるということは必要があり困っている、即何か必要が迫られているという状況です。そういう困っている人、また求めている人にですね、何かを提供するということは、まさにそれは愛だということです。憐れみだということであり、そしてそれで自分が損することがあるかもしれません。それで自分がですね、そのマイナスかもしれません。しかしその相手を愛するということを優先する、自分が犠牲になっても相手のために与える、例えば求める人が悪い人であっても、愛する人に愛する人を愛したからといって何の益があろうか、相手が悪い人であったとしても求めるものに与える、そういうですね、それがまさに具体的に隣人を自分のように愛するということではないでしょうか。つまり私たちはその根本的な姿勢ですよね、根本的な姿勢がそういう姿勢であるべきだということです。別な言い方ですれば、金銭に無欲ということでしょうか。お金を求められることは意外と多いと思います。お金というのはですね、多くの人はお金に頼ってお金を愛している人がいます。お金を愛していると、求めてもあげられない、ね、お金を求めてもなかなか人間はお金に頼っている場合には、お金はあげられない場合があります。損するから、ね、なくなっちゃうから、お金を自分で何とかしなさいみたいなね、でももし私たちが、金銭に無欲で神様が必要を満たしてくださると信じ、またそのお金よりも、ね、お金よりも愛することを優先するならば、私たちは犠牲を払って与えることができるのではないでしょうか。私たちは、お金もですね、お金が一番ではなく、いいですか、ここ大事ですよ、お金も愛することの手段、お金も愛することの手段、つまり、分かりやすく言えば、お金を愛にするみたいなね、お金をお金として考えるのではなく、お金を愛として使う、そのような価値観、そのような価値観が必要ではないでしょうか。イエス様は十字架にかかって死んでくれました。それは私たちのために命を捨てるという愛ですね。
私たちは命を捨てて愛するならば、お金だったらなおさらではないでしょうか。命を捨てるほどに人を愛するならば、お金を使って人を愛するのはなおさらではないでしょうか。皆さん、この、求めるものに与えるという、この御言葉はまさに隣人を自分のように愛するということの具体的な例であり、また神の愛というのは、そういうことなんだという、神の愛というのはそういうことなんだということです。翻って考えると、私たちはイエス様にいろいろ求めます。つまりイエス様は与えてくれるということでもあります。イエス様が求めるものに与えなさいと言いながら、イエス様ご自身が求めるものに与えないということはありえないということです。この命令があるということは、かえって逆に、ああイエス様に求めたら何でも与えてくれるんだ、イエス様に求めたら何でも与えてくれるんだということの確証にもなります。イエス様は、そういうお方です。イエス様は求めるものには与えてくださるお方です。ですからそれを信じることが大事です。信仰によって与えられます。イエス様に求めたらば与えてくださるんだと、そういう信仰を持って祈ることが大事でしょう。そしてお金に頼るのではなく、お金を与えてくださる方に頼るんです、ね。ちょっと似てるけど違うんですよ皆さん。多くの人は、お金を求めます、ね。お金を自分の力で求めようとします。しかし大事なのは、イエス様に求めることですね。イエス様に求める、それがとても大事なポイントです。はい、今日の、今日の御言葉、求めるものには与えなさい、求めるものには与えなさい、ぜひ皆さん、これはチャレンジです、チャレンジです。ぜひ皆さん、愛を持ってイエス様に聞きながら、イエス様に聞きながら、この教えを全うしましょう。そして私たちは、憐れみ深く、寛容に寛大な、神のこと、神の子のような生き方ができます。もし私たちが、その不寛容で、そして寛大でなければ、どうして神の子供になることができるでしょうか。私たちは神の子供として、訓練を受けているんです。神様が完全なように、私たちも完全になるように、命令されています。イエス様は、私たちが世の光、地の塩にとして歩みなさい、神の子らしく歩みなさいとおっしゃっています。私たちはまずイエス様の教えを一つ一つ学んで、実行する勇気、実行する決断が必要です。皆さんが、この、求めるものには与えるという、借りようとするものには断らないようにする、この意味をしっかり理解してください。はい、私たちは、それによって天に宝を積むでしょう。それによって私たちの心が何に頼ってるか、神の愛に根ざしてるかどうか、神の言葉に根ざしてるかどうか、それをチェックすることができます。とても大きなチャレンジの御言葉です。でも皆さん、多くのクリスチャンはこの御言葉を無視したり軽んじたりするかもしれません。しかし皆さんはこの言葉を受け取ってください。軽んじないでください、ね。真剣に取り組んでください、求めるものには与えるという尊い教え、清い教え、それをですね、私たちは受け取る必要があります。捉え人を自分のように愛するというのは、
まさにそういうことなんだ。隣人を自分のように愛するということはそういうことなんだということですね。それでは証タイム行きましょう。証タイム。イエス様を信じて、イエス様を信じて、寛容になった証、イエス様を信じて金銭に無欲になった証、イエス様を信じて、自己中ではなく、その隣人を憐れむようになった証、隣人の必要を満たしてあげたくなってきた証。スタートスタートスタート。トヨちゃん、おはようございます。ごまちゃん、嫌な人でも困れば助ける心になった。嫌な人でも、ね、助ける心になった。アメン。嫌な人でも困れば助けるような心になった。アメン。安平さん、求めるものには与える。例えばお金に困ってる人がいたら与えた方がいいってこと。そうですね、求める人ですね、求める人に与える。もちろん求めてない人に与えるということもあります。自分のことを好きと思うより、人を好きと思えるようになりました。アメン。ユーノさん、自分のことを好きと思うより、人を好きと思えるようになりました。岸さんはお金に困っている人がいたらどうしますか。お金あげちゃうの。この教え通りですね、求めるものには与えようということを、しようとしています。セミが鳴ってきましたね。さっきまでセミがいなかったんですけど、セミが鳴いてきました。タイさん、電動部屋に来る悪コミを打つ方も乾いていることを日々感じます。そういう方一人一人に御言葉を、生きた御言葉を与えたいと思うようになってます。アメン。ジュロンさん、なぜ多くの日本人は自己中心的な性格なんでしょうか。なぜ多くの日本人は自己中心的な性格なんでしょう。いや、日本人だけではないですね、日本人だけではなく、人間はみんな、罪があります。人間はみんな罪があります。桃組さん、求めるものには与えなさいってことは、来るものを拒まないっていうことですね。そうですね、そういうことですね。もうかさん、以前私はひどいことをする人に対して正義感で言い返していましたが、今はイエス様を信仰して寛容な対応ができるようになりました。許せるようになりました。アメン、アメン。私たちは、悪い人に対して、ね、対抗する、
ことが正義だと思っていたかもしれません。それは正しくないということですね。悪い人に対して正義感で対抗するのではなく、悪い人に対して神の愛で許して寛容になることが本当の正しいことなんですね。さとちゃん、おはようございます。節子さん、おはようございます。節子さん、おはようございます。ポーさん、やはりしばかれたらしばき返すのが しばき返さず耐えるのですね。その通りですね。その通りです。リボンさん、説得行為はもちろん良くないですね。説得行為は良くないです。安平さん、人に害を与えるクマさんはどうしたらいいですか。動物のクマですか。それはやはり、捕獲したり、またね、場合によっては、射殺しなければならないかもしれません。人間の方が優先ですね。人間の方が優先です。できれば捕獲して山に返すのがいいと思います。野猿さん、おはようございます。動物を殺してもいいのですか。当然人間に危害が、ね、危害があるようでしたら仕方ないと思います。はい、それではですね、ファイナルメッセージいきましょう。ファイナルメッセージ。クマは捕獲不可能。あ、そうですか。じゃあ、麻酔銃があるじゃないですかね。麻酔銃で、眠らせるっていう方法があります。カーカーカー、ミンミンミン。にぎやかですね。カーカーカー、ミンミンミン。まいちゃんさん、リュウビさんとは和解しています。リュウビさんはですね、もうアカウントをもう削除していますね。アカウントを削除しています。でも、放送は見てます。放送は見てます。はい、ファイナルメッセージ。皆さん、私たちは大事なことを学んでます。大事なことを学んでます。イエス様の教えはとても大事です。人間には正しい生き方があるんです。多くの人は間違った生き方をしています。多くの人は、傷つけ合う生き方をしています。多くの人は愛のない生き方をしています。それは自分にとっても不幸だし、
その人にとっても不幸です。私たちは神の愛で愛し合うという生き方を学ぶ必要があります。そしてイエス様の教えはまさにそういう生き方です。愛し合うことの素晴らしさ、神の愛で愛し合うことはなんと素晴らしいでしょうか。皆さん考えてください。もし私たちが困ってですね、誰かに頼んで心よくですね、答えてくれたらどんなに嬉しいでしょうか。もし私たちが、助けが必要な時に、心よく助けてくれたらどんなに助かるでしょうか。皆さん、私たちは愛し合うということが本当に必要だということを理解しなければなりません。この世の中でも家族や友人で助け合うことがあったとしても、しかしそれは神の愛じゃなくて、見返りを求めたり、または、返してもらうつもりで貸すことが多いです。しかし、返してもらわないで、その怒ったり、返したお金を返してくれなくて喧嘩になったりすることがあります。聖書は、返してもらうつもりで貸してはならない、つまり、貸すならば、ね、あげるつもりで貸しなさいという、本当に私たちは神の愛で人に与えたり、神の愛で人に貸したりする必要があるということです。ひろみさん、おはようございます。久しぶりです。ですから私たち本当に必要なのは神の愛で生きるということです。神の愛で生きるということがいかに大事かということをまず理解しましょう。多くの人は、その欲やまたお金が神の愛よりも優先してしまいます。そうするならば、相手を傷つけてまでもお金を返すように要求したり、相手を傷つけるまでも相手に無慈悲になったりします。そうではなくて、私たちは何が大事かということを理解しなければなりません。皆さん、本当に大事な教え、この世では教えない教え、多くの人たちが知らない教え、本当に人間にとって必要な教え、神の愛で歩むという教え、それを皆さんが知ってほしいし、実践してほしいと思います。タイさん、ルカの 6-34、 返してもらうことを当てにして貸したところでどんな恵みがあろうか。罪とさえ同じものを返してもらおうと罪とに貸すのである。皆さん、こういう御言葉もあります。与えなさい、そうすれば与えられる。与えなさい、そうすれば与えられる。私たちは人に与えますが、しかしそれは与えて終わりではなく、神様がそれを見て与えてくれる、懐をいっぱいにしてくれると書いてあります。皆さん、それを信じましょう。元ちゃん、アーメン。私たちは人に憐れみ深く恵み深くなるということは、神様が保証してくれるということです。私たちは金銭に無欲になるだけではなく、私たちは神様のように憐れみ深くなることによって、神様が憐れんでくれる、神様が恵んでくれるという約束も信じましょう。そう信じるならば、それを信じるならば、私たちは与えたくなるのです。人に優しくしたくなるのです。愛すれば愛するほど、愛すれば愛するほど神様から愛される。皆さん、この原則を理解しましょう。私たちは惜しむような生き方、何かですね、その金銭に頼ったり物に頼る生き方ではなく、神様の約束、神様との関係の中で、神様のような在り方、人に寛容で寛大でなることが、神様が喜ばれ、神の栄光を表し、神様が保証してくれる、神様が私たちを愛してくれることを信じましょう。ルカの 6-38、 与えなさい、そうすれば自分も与えられます。人々は計りを良くして押し付け、ゆすり入れ、あふれるまでにして懐に入れてくれるでしょう。あなた方は人を計る計りで
自分も測り返してもらうからです。皆さん、私たちが寛容になれば人々も寛容にしてくれる。私たちが人に寛大になれば人々も寛大にしてくれる。皆さん、これは神様がそうしてくれるということです。神様がそうしてくれるということです。ぜひ皆さん、この真理を、実践しましょう。理解し、実践しましょう。信じましょう。この真理を信じて実行しましょう。素晴らしい、人生になります。素晴らしい人生になります。この世の在り方と全く違う在り方、そうです。ポーさん、物欲と性欲にまみれた人生から神の愛に満ちた人生に変わることができます。今日の放送を聞いて、なるほどなるほど、今まで私は、金銭欲で生きていた、物欲で生きていた、自己中で生きていた。しかしイエス様の教えを聞いて、あ、こっちの教えこそ正しい教えだ、こっちの生き方こそ正しい教えだ、このイエス様の教えを実行したい、イエス様の教えで生きたい、そう思う方はアメン。求める者には与え、借りようとする者は断らない。そのような神の愛で生きることで生きようと決心する人はアメン、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 アメン。天のお父様、感謝します。私たちは本当に、自己中で利己的なものです。イエス様、許してください。私たちは神様から与えられているにもか、与えられているにもかかわらず、私たちは、それを自分のものとして、人に対して冷たく不寛容でした。ごめんなさい。すべてのものはあなたのものなのに、すべてのものはあなたのものなのに、正しく使わなかった、正しく生きなかったことを許してください。これからは、あなたから受けたものをあなたの教え通り寛容に憐れみ深く恵み深く、求める者には与えるようになりたいです。イエス様、この教えを守りたいです。どうぞ今アーメンと言った方々がそのようになれますように、寛容に憐れみ深く、神のものを神のものとして正しく使うことができるように彼らを変えてください。新しい人生、神の愛の人生、神の愛で生きる人生、彼らを導いてください。祝福してください。神の愛で祝福してください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。この教えを実行するならば、もうそれだけで素晴らしい人生です。素晴らしい未来です。神様に喜ばれます。神様に祝福されます。神様に与えられますよ。皆さん、信じましょう。実行しましょう。それではまた夜7時にお会いしましょう。シャローン。ありがとうございました。シャローン。シャローン。ありがとうございました。シャローン。シャローン。